まあこのような形でですね、図面のデータですね、をうまく活用していく。まだまだ実はいっぱいあるんですけれども、まあ、ここでお伝えしたいところでですね、まあ、欲しいところ、必要な時にですね、部分活用して2次元のデータを3次元にする。ここはですね、今日お伝えしたいポイントになってます。でも、冒頭お伝えしましたけども、皆さんのお仕事は、 まあ設計者大半がこうやって言い換えましょうかあの、まあ、図面ですよね手戻りのない誰にでも分かっていただける図面を早く作るっていうのがポイントだと思いますじゃあそんな中でですねここはなんとなく皆さんもご理解いただけると思いますけども上面図とか底面図とかですね断面図合い図こういったものだけをですね 3,、えー、3次元の CAD インベンターの中で配置をしてあげて、こそのままですね、クリックしてクリックして、ちょっと向きをですね、変えてあげたりなんていうこともできますね。でこれもだから、側だけを例えば3次元化とかしといてあげたりすればですね、まあ、ポイントとしては断面図とかですね、藍染めとか、私も昔、あの、某、むにゃむにゃ、j w あの使ったりしましたけども、断面図とか正直、 必要になると憂鬱でしただって分かんないですからねそれ。そこだけを例えばこういったインベンターでやっといてあとは日頃手慣れたオートキャドを使って例えばそうですね何かこう表面の粗さであったりとかですね交差とかですね必要なものを入れ込んでいくまあ皆さんの会社で使っているようなですね表題欄を含むような図枠とかなどなどですね。全部をこう 例えば3次元のインベンターでとかですね、2次元のキャ d 今、まあ、オート c a d でっていう必要もないです。データの互換性いいんですから、まあ、得意なところだけ、例えばアイソメ図とか断面図とかですね、詳細図とかまあ、では、例えばインベンターで作って、その情報をオートキ c a d に持っていって、オートキ c a d で仕上げるっていう方法でもいいかなと思いますし、結構この方法で割とですね、工数を短縮している企業様っていうのも多いのかなと思います。まあ、これができるのもオートデスクならでは。 のポイントですねじゃあ3次元のインベンターでは図面作る機能はプアなんですかって言うとそんなことはないですね。3D の CAD の中で、まあ、製造系の図面を作るテクノロジー機能っていうのはもうピカイチですね随一という自負はあります。まあ、結構複雑な組図とかですねお客様に提出をする少人数とかですね、まあ、そういったものに関してもちゃんと まあ、企画に準じたものをですね、この3次元の CAD、インベンターの中で、まあ、製造していただくということも十分可能になってます。ので、分からないです。皆さんのんまあ、好みなよっちゃうかもしれないですけども、まあ、オート CAD に持って行ってもいいですし、インベンターでも最後まで作図しちゃってもいいです。どちらのフローもお選びいただけるかなと思います。まあただ データは DWG でやり取りができますので、まあこはもう社内もそうですし、外注さんとかにもですね、ちゃんと100%ですね情報を受け渡すっていうこともできるのかなと思います。まこの辺もご安心してですね、ま三、あ、次元使いますけれども、最終的にはこの二次元の世界に戻ってこれる、まあ、こういった安心感は持っていただけるのかなと思います。